はい、ってことでね、最速武器調査隊ということで、皆さん今日は弓の調査をしていきたいと思います。さあ、それじゃあどこのサーバー行こうか。どこのサーバー、 アリケンサーバーに行きたいと思います。お前らマジでめっちゃ無視するやん。さあ、小林くんが来ました。小林くんって言っちゃったよ。じゃあ、アリケンさん、あれ有効にして全員で、あれできる。どうする OK、適用したよ。 OK、 はい、これで OK、 とりあえず武器出してみようか。あー、出てますね。あ、ある、どんなの、色がキーンですね。はい、まず落としますね。レジェンダリーキーン、ちょっと待って、まず挨拶しよう、挨拶しよう。あ、みんな横に並んで、お前、バカ、お前、打つなって、早いって、バカバカ。引いちゃったやって弓や。小林並べ、あっちに並べ、お前、そう、あっちに並べ。はい、はい、ってことでね、皆さんどうも、こんにちは。今日はね、速攻弓のね、調査をしていきたいと思います。よろしくお願いします。右からペガサス、違う、DS ペガサス神戸市でございます。皆さん、よろしくお願いします。さあ、もう使っていってるけどね、さあ、調査していきましょう。ダメージとかね、とても気になるのでやっていきましょうか。まず、はい、ゲーム開始します。ちょっと待ってください。とりあえず右肩になってるからダメージ入んないですね。俺の分が落ちないんで、あと、あの、いっぱい落としてこう、はいはい、タカバ作りました。どれだ、オッケー、タカバ、ナイス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 、オッケー。バカお前、バカ、シンクすんな、シンクシンク、めっちゃお前シンクするな。オッケー、行くぞ、始めるぞ。強調せないぞお前ら。始めるぞ、よいしょ、レッツゴー。ゲーム開始する。さあ、まず何から調べよっか。まずはダメージだね、ダメージ行こうか、オッケー。あとヘッドショット判定があるかとか。オッケーオッケーオッケー。いや、爆発物っぽいけどな。じゃあ誰にする。まずは分かりやすいから。いや、バカかお前。俺がオッケー。じゃあ俺ダメージから。じゃあ俺まず待って、ちょっと待って、あの、指引いてみてください、アリケンさん。指引いてみる。引いてみて、壁に向かってみてください。青いなんか、あ、はい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 、あれが表示されてる。本当だ、なんかドゥックンドゥックンしてるね。ドゥックンドゥックン、ドゥックンドゥックンしてるね。あ、なんかもう精子が送られてるみたいな。近いやめとけ、たまに残儀の。あ、でも壊れるんだね、結構。あ、でも一発では壊れないね。爆裂棒だからね。あ、無限だからね。めっちゃ飛ぶ。あれも、でも近い距離だったらこうやってほら、あ、めっちゃ食らう。え、今ね、待って、おい、計算させろって、おい。あ、ほい、いや、今、あの、R2 ずっと押してない、あの、一番最大まで引いてない状態で100ダメージ以上出てる。強いよね、これ、たぶん、固定やと思う、俺、あの、じゃあ、神戸、じゃあ、近距離のダメージ取り。ですね、あの、今、詳細を見たところ、ダメージが118。ダメージ100、それ以上出とるね。100じゃない、これ爆発で100じゃない、これ100。じゃ待って、今からヘッドショットあるかどうか見ていきたいと思います。どう？ああ、ちょっと HP が少ない。アリケンさん、もう一回 OK。 シーズン1、2のバトルパスクールにミニポポポポーションいらっしゃい。ちょ待って、お前らもう撃つな。ちょっとゆっくりしていこう。ちゃんとやっていこう。ゆっくりしよう。俺が撃つわ。お前らあれになる、あの、犠牲になる。私あんまないので。じゃあまずね、神戸市撃つなよ。じゃあ神戸市、俺もあんまないって。お前ら一回死ねぜ、全員死ね一回。お前、いや俺今あんまあるってお前。あ、オッケー、よしよしよし。じゃあまず、じゃあペガサスからやっていこうか。オッケー。じゃあ至近距離で、至近距離で弓全力で引いた時のダメージいくよ。あ、俺もダメージ食らうわ、これ。爆発やもん、これ。ちょ、お前やめ、ジャッキー、うん、もうジャッキー136食らったね、多分136、近距離で136、ヘッドショットダメージありますね、これ。同打ちで、じゃあアリケンさんに僕は同打ちでいきますね、うん、ちょっとあの、足場に打ってみて。爆発だけ100じゃない多分爆発。ああ、そういうこと、うん、じゃあアリケンさん、俺の横打って、爆発だけで100、俺の横、あ、爆発で100で、多分直当てで33とか入る。これ弾ショットガンやん、これ弾強くね。え、ショットガン弾、これ。あ、ほんとや。え、ほんと、え、ショットガンこれショットガン弾、ほんとだ。あ、でもあれだから無限だから、弾が、え、これクリエイティブだから無限じゃないんじゃない。そう、いや、クリエイティブから無限、クリエイティブから無限だよね。で、よくよく見たら、これアリケンさん、ほら弓矢の先っぽにショットガンのさ、あ、ほんとだほんとだ、弾薬がついてる。そう、え、弾薬がついてる。え、爆発で100って強ない？え、超強い。神戸市が強いもん。ほんと強調せない、お前ら。神戸市、お前撃つなって、お前。神戸市、撃つな。一旦撃つな。お前が無言になったって怖いわ、マジ。この始めるから。え、多分ね、爆破で100、直当て30ぐらいだと思うんだよ。ちょっと直当てするよ、この距離で。直当て、OK。胴体で直当てします。胴体。いくよ。胴体直当てで、100。
あと18、118だね。100プラス18ダメージで至近距離で、あ、ヘッドショットでじゃあ30ちょっとなのか、多分。俺ちょっと余らないからしよう。これあれない、これショットガンの弾なかったらさ、あの爆発ダメージじゃなくてあれあのダメージだけとかない？あー、あ、ワンチャンあるね。いや弾薬ないから撃てないと思う。撃てないかな。いや、それはないと思う。いや、強武器じゃね？え、こんなんさ、この打ち方で強いやん、こんなん。これで当てることができたら、この打ち方強くね、この打ち方。誰？強い、めっちゃ当たる。この打ち方強くね？俺はないよ、俺はないよ。え、あ、でもあんまり当たり判定はなさそうですね。まあバカダメージでも100だから冷静に頑張って普通にスクリーム状態とかの時に、そうだね、ちょっとした隙間に打ち込むだけで100ダメージって考えると普通にでかい。でしかもショットガンも一発だし、しかもこれ相当まっすぐ飛ばしてる、これ、うん、本当だ。だからもうスナイパーとして使える。だから、まあ、あの、うん、俺アリケンさんじゃさ、ね、ここら辺行くからさ撃ってみて。オッケーオッケーオッケー。しかもこれ当たる場所出るからね。ね、いいよね。よし、じゃあここにこんぐらい。オッケー、当てるよ。オッケー、いくよ。おい、いや、余裕、早っ。よっ、弾速も速い。弾速速いし、めっちゃまっすぐ飛ぶ。めっちゃ、速着弾なんじゃないこれ。弾速ないんじゃない？違う。いや、あるある、弾速ある、弾速ある、弾速ある。あるけど、あるけど、SR より、SR より、うん、SR よりで有能がいい。めっちゃ有能いい。 SR よりのちょっと速いぐらいな感じかな。これ余裕で当てれる、多分。アリケさん、あの、私の頭に撃ってください。頭に。いきます。ヘッドショットダメージが36です。36、だから指自体のダメージが36と18で、爆破は固定で100ですね。そうです、武器の強さ的に。なるほど、うん、どこの距離でも、どこの距離でも固定で100でマス当てれば。でも自分でも当たるから、まあ、近距離でも連射みたいな。どこいる小林、どこいる小林。上あ、見えた、見え、撃つよ撃つよ。これダメージ変わる、これ爆破ダメージじゃない、ダメージ外しとるやん。下手すぎん。いや、コントローラー難しいんだよ。ま、任せる任せる、俺が当てる。むずい、これむずい、むずい。当てる、当てる、当てる、ね、バリショボイ、バリショボイ。同時110ダメージ、118ダメージ。100も入ってない。100入ってる。え、なんであいつあんな光ってんの。インフィニティブレード入ってたわ。インフィニティブレード、インフィニティブレードだから。あ、死んだ。あいつインフィニティ持ってるから光ってんのか。固定や、固定や、固定や、これ100固定だ。じゃあ、まず、あれも固定やった、あれもダメージ変わってなかった、118やった。え、建築物越しにダメージが入るか。オッケー、いきます。入らんやろ、さすがに。あ、入んない、入らないし。じゃあもうめっちゃギリギリのここの横の壁あるじゃないですか、横の壁。これに当てて僕のこの位置当たるか。どういうこと、壁に当てればいいの俺。そう、横の壁に当てよ、横の細い。小林どけ、小林どけ。いくよ。どう、当たんない、じゃあもうちょい近づいて。そこは入るでしょ、絶対多分。おい、入らん。爆破は微妙いな。ちょっと足元打つで、いとお前バカ。打つなって。これめっちゃ強い、めっちゃ当てやすい、これ。じゃあ、このもう一回、この壁に当たって。え、ああ。微妙いね。この壁に、じゃあこの壁に。ああ、爆破範囲はマジ小さい。多分。ちょ、小林動かんで、地面行って、地面行って。オッケー。この距離は？ああ。この距離か、うん、ここら辺から撃ってみて。どこ？ここら辺からで、俺のとこ撃ってみて。バカで、いけ、撃つよ。ちょ、TS、アリケンさんとアリケンさん、そう、いくよ。で、これで、俺がなんか、あ、ちょっと、え、あれ？壁に当てるの？窓の中入れてみて、これ、窓の中。いくよ、あ、食らわないわ。あ、微妙、うん。え、じゃあ、イエーイ！ 3、2、1、ペケダウン。建築ありだ、建築あり。あー、もうやだ。これ集中砲火されたら終わりじゃね。もう俺のこと撃つな、お前ら。おい、気象いいって、デブケン。大林殺したいな、あいつ今日めっちゃやってくから。あ、小林どこいる。は？いなくね。これ普通に読んで。え、変なことせんでいいって。いなくない、あいつ。いや、普通に俺って俺。うざ、これマジで、マジでうざいんやけど。陽子から撃たれてんねんけど、マジで。これ全然盛り上がらった。これ全然盛り上がるな、これ。なんだこのクソゲー。
いやこれだからもうちょい近い方がいいんだって中央でやるって。だからもう遠距離で打ち合うみんなわからん戦闘になるからこれやって。大飯殺し行かないぜ、分かったとこにいるか。やばいバレた。行ってどこ死ねよブス。はい俺でーす、オーツでーす。だからお前友達で行けへんねん。はい、そういうずるいこと知るあなたの方が友達できません。うんこでーす。いやペガサス突っ込んできた、ペガサス突っ込んできた。場所とかでも言うてきマップのお前。なんでバレたんだデブ犬。よし、小林あそこか、いって危ない。おー、まじめせー。え、やば、うまっ、レッツゴー。うまっ、強すぎ、ワルタ。あらすぎ、さあ、え、今俺ら画面映ってんの。どういう画面、どういう画面で映ってんの。 TS 映って、TS 映って。これ、全然盛り上がらんやん、これ。ラストの戦闘がやらんぞ、これ。詰めろ詰めろ詰めろ。おい、や、二人で小林殺し行け、お前ら。あ、いいね、いいね、いいね。二人で小林殺し行け、小林殺しやるよ。TS 攻めろ、配置上げれる、配置上げれる、TS 配置勝ったるから。配置勝ったるから、お前ペガス取ってます。配置で。おい、ゴミ、わかった、わかった、わかった。ちょっと待ってくれ。ゴミやってくれよ、頼むぞ。配置分かってくれよ、頼むぞ。ペガス大丈夫、行け行け、そのまま行け。欲しいものリストの配置勝ったるから、お前。あー、ありがとうございます。ペガサスを殺す、ペガサス。すいません、これ、ペガサス殺します。やば、ティースやったれ。いや、分かってるからお前。どうせ買ってくれ、どうせ買ってくれ。いけ、いけ、いけ。やだ、僕にはできないよ。お前、どんだけ配置欲しいねん。僕には配置を言ったくなんだ。お前、どんだけ配置欲しいねん。配置のために戦う。やばい、配置ウィズラブ。ティース、ここで神戸市殺せば、お前、奇跡になって、リスナーさんが買ってくれるかもしれんやん。ああ、確かに。こいつらガッチしておらんから買ってくれへんて、お前。ああ、配置、配置欲しい。おい、なんだよこの戦い。ハイチュー、ハイチュー、ハイチュー、ハイチューは強い。うわあ、俺はハイチューを欲しいんだよ。俺は撃たない。俺は見てくれ。俺ツラシだ。見てくれ。俺を見てくれ。俺を見てくれ。ツラシだ、ツラシだ、ツラシだ。うわアホやろ、お前。あ、予測打ち。ペガス早く終わらせてハンドレット見に行こう、ペガサス。うおー、さあ、発信ドラペガサスくんってことでね。この武器ね、まあ微妙ですね。検証結果微妙です、本当に。検証結果微妙&出ない。出ない、こういう感じですね。持つか持たないかはあなたで決めてください。はい、それでは皆さん今日はお疲れ様でした。またな、また。